大丈夫。あの二人を。脳を再起動しといた。少しは気分良くなっただろう。ああ、頭に惑星が衝突したみたいな気分。元気だった？ありがとう、ギブソン。あれはさっき消えた男の。消えても記憶には残っている。こいつ何者だ？僕が聞きたいよ。私は元錬金術師、正義のために科学と魔術を合体させて最高の戦力を作ろうとしていた。ところがあと一歩という時、奴が。まずい。奴が力を回復した。攻めてくる。逃げなさい。全てが地獄の炎に包まれ、世界が怒り狂った獣のように吠える時、宇宙は私のものになるのだ。溶ける。あとは君たち次第だ。君たちの心が一つになったとき自由になれる。さあ集中して扉をイメージするのだ。扉の向こうが現実だ。いや無理だ、君ではあかぬ。どうして？私にはできない。扉の向こうにはきっと私が思い出したくない何かがある。僕も怖くて動けない。でも他に出口はない。頼むよ。後で後悔するぞ。ああ、ギブソン、どういうこと？我々の友人はこの夢の一部らしい。モンキーの赤ん坊だ。ひょっとして俺たちか。やっぱり俺たちだ。じゃあなんでこの時の記憶がない？プログラミングは完了したぞ、モンキーチーム。ここまでは計画通りの仕上がりだ。作業はあと一つ残すのみ。次はメモリー消去。記憶を消さないで、お願い。許せ、愛しいノバよ。お前のことは忘れぬ。だが私のことは忘れてもらわねばならぬのだ。消されたはずの記憶だ。完全には消去できなかったのだ。悪夢じゃないんだ。でもどうして？それは私自身のためだ。私は恐ろしい悪から宇宙を守るためにお前たちを作った。その悪とはこの私だ。
かつては血の通う人間だった。善良な心の持ち主で正義の味方を気取っていた。愚かだったのだ。お前がモンキーの生みの親？違う、私の中の愚かな人間が薄汚い猿どもを生み出したのだ。そいつらは私がこの手で始末する。そうはさせない。サンダーパンチ！前より強くなってる。とどめを刺すぞ。の世界では生きられないんだな。これは始まりに過ぎに、私はさらにパワーを増して必ずまた蘇る。僕たちが受けて立つ。悪夢は終わったし、スケルトンキングは消えた。今のところ、あいつが俺たちを救ったなんてまだ信じられないよ。違うわ、私たちはいい心を持った人に作られたのよ。しかしわからないな。善良な心を持ったあの男がなぜスケルトンキングに変身してしまったのか。夢の中はいつも疑問だらけだ。真実は謎のままだろう。今のところな。